ちは、メイプルです。今日はね、アディクションのリニューアルアイシャドウから、009のエンチャンティッドライラック、エンチャンティッドライラック、青みのね、ピンク系のパレット、こちらを使ってメイクをしてみました。アディクションのね、パレットがこの秋ね、全色リニューアルっていうことで、まずはね、気になってた009と006を購入しました。ショットでね、スウォッチもアップしてあるんですが、なんかね、再生回数見るとこっちの009の方が皆さんね、気になってる方多いみたいだったので、こっちのね、009から今日はね、メイクをしてみました。このね、アイシャドウパレットの他にも今日はアイライナーだったり、チークだったり、 あとね、このマスカラも今日ね、初めて使うっていうものがね、たくさんあるので、最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。それではスタート。
ゃんでメイク終わりました。今日はね、アディクションのリニューアルした、新しいアイシャドウパレット、ザ・アイシャドウパレットプラス、こちらの009の、エンチャンティッドライラック、こちらをね使ってメイクをしてみました。仕上がりは、すっごいね気に入りました。これねおすすめです。一応全国発売が8月2日っていう風にね発表されてるんですが、伊勢丹新宿店で先行発売してて、ミコでも、先行発売されてるので、伊勢丹新宿店に行かなくても発売日前でも買えると思います。粉質はねやっぱり前と変わっています。特にここのちょっとメタリックな感じのカラーなんですが、ここがすっごいクリーミーな肌触りで、スワッチするときに指を置いたらパウダーなはずなのにとってもクリーミーで、えっていう感じで、すごいね感動しました。全体的にふわっとした感じのね触り心地で、前のこうなんかこうちょっとツルツルしたような質感とはねやっぱりね全然違いました。私のこうもう個人的な感想なんですけど、前はこうツルッとしたこうオイルコーティングされたパウダーだなっていう感じがすごいこう分かるようなテクスチャーで、クリアなフィルターをねこう通したような透明感のある透け感があったんですけど、今回はなんとなくこうほわっとした薄いすりガラスを通してみたような質感だなっていう感じの印象を受けました。今回ねリニューアルにあたって、前のアイシャドウパレットの中での人気色が5色ね同じ配色で残ってるんですが、新しいこなしでね試してみたくなってきました。でアイライナーもね2本買いました。でジェルタイプとリキッドタイプ、このね2本買いました。でジェルタイプはブルー系にしました。リキッドライナーはねパープル系にしました。パール入りで、今回使ったのはねこっちのブルー系のねジェルライナーになります。色はね見ていただいた通りちょっとねこうネイビーに寄った感じで、明るいブルーではなくって落ち着いたトーンのね青になります。でこれはこっちにねぼかし用のぼかすためのねチップがついています。なのでねすって引いてからちょっとこうぼかしてね広げるっていうこともできます。ちょっとね衝撃だったのが、多分ねこれね繰り出したら戻らないタイプなんじゃないかと思います、じゃないかと思いますっていうか、戻そうと思ってもね戻らないので、繰り出したらね戻らないタイプだと思うので気をつけてくださいね。壊れてるのかなと思ってこうやって回して戻そうかなと思ったら戻らないので、あれって思ってもう一回クリって出したらピッて出るので、壊れてはいないんですね。壊れてはないので、でもデパコスで戻らないのってあるのって思って、ちょっとねここピッてちょっとだけこう押し戻してあげたら当たり前なんですけど柔らかいのでぐしゃって一回崩れてしまったので、これね多分ね私のだけじゃないと思うんですよね、繰り出して戻らないのが。なのでちょっとね皆さん最初使うとき気をつけてみてください。もしかしたらね私のだけが戻らないのかもしれないんですけど、ちょっとね使い始め気をつけてくださいね。で、チークはねこれもね初めて今日使いました。ジルスチュアートのねすごいね可愛いパケの、キラキラのこんな可愛いパケの今年ね出た新しいチークの中から、05番になります。赤系のチークです。こっちの薄い方がハイライトにも使えるし、こっちはねチークっていう感じで、もちろんね混ぜても使えます。赤一色だとなんかこうなんて難しいかなと思って、調整が難しいかなと思ってなかなかね変えずにいたんですが、これねグラデーションになってるので混ぜるとね使いやすいかなと思ってこれにしてみました。色の調整がねしやすいチークなので赤でもね安心して使えます。全然ねこうすごいね赤ですってこう主張する感じじゃないのがね画面からもね伝わってると思います。でこれはねマットになります。パールとかは入ってなくて、つけててね全然、今ねこれ指で塗りました。こっちがね濃い方の色で、ここが
わかるかな。ここがね、ハイライトの部分になります。指で撮ってもね、これぐらいの発色なので調整しやすいので使いやすいチークだと思います。で、マスカラもアイライナーに合わせてブルー系にしました。今回使ったのはヒロインメイクとメイベリンです。これね、どっちも最近購入しました。で、こっちのヒロインメイクがナイトスケープ、きらめくメタリックネイビー、メイベリンが、コスミックブラスト。どっちもね、ブルー系っていうかネイビーにメイベリンがキラキラが入ってました。で、こっちはメタリックっていう感じです。使ってみた感じはやっぱりね、こっちのメイベリンのブラシがすごく優秀なので、コームを使わなくてもちゃんとね、綺麗にセパレートしてくれるので、仕上がったこうまつげの感じはメイベリンの方がこうきちんとセパレートされてて上品だなっていう感じがあります。で、ヒロインメイクはメイベリンほどね、綺麗なセパレートにはならないんですけど、だからといってすごいね、こう束になって汚いっていうわけではないです。で、ヒロインメイクね、初めて使ったんですね。実はこれ入ってたね箱に迫力ロングって書いてるので意味がね、すごい分かりました。これはお湯と洗顔料でね、オフできるっていう感じみたいです。メイベリンのブラシがね、優秀なので、そのセパレート具合は比べればこっちの方が綺麗なんですけど、こっちもね、ダマになるっていう感じではないです。で、カールキープ力は今のところ同じで、特にね、下がってきたなっていうのはどっちもないです。よく見るとこっちの方が若干明るいブルーかなっていう感じがします。なので、まあキラキラはね、入ってるんですけど、すごいね、キラキラが目立つわけではないので、ちょっと落ち着いた感じのブルーがいいなっていうんだったらね、こっちのね、メイベリンのコズミックブラストがいいし、ちょっとね、夏だし青を主張してもいいかなって。若干ですよ、すっごい青じゃないので、こっちのね、スカイハイに比べて、まあ1まではいかないけど 0.5 ぐらいちょっとサイドが明るいかなっていう感じの青です。一日中カールキープと、あとね、パンダ目のガード処方だそうです。夏にはね、ぴったりですよね。リップはね、今日は全部ね、 YSL が候補に上がりました。最初ね、ラブシャインの44か209どっちかにしようかなと思ってたんですが、44よりね、209の方が合うんじゃないかなと思ったんですが、なんかね、実際塗ってみたら44の方がいい感じだったんですね。ただちょっとね、ラブシャインの44だと発色が弱めだったので、サテンのね、ルージュピュールクチュールの44にしました。こっちの発色の方がね、目元とのバランスが良かったので、サテンの44でね、落ち着きました。ハイライト、これね、ハイライトアディクションです。ザ・グロースティックっていうね、スティック状のハイライトで、このね、アディクションのスティックを使うようになってからボームエーサンシエルね、使わなくなりました。塗ってからね、ベタベタしないので、髪の毛とかがね、こうついてもペタって張り付いたりしないし、さらっとした仕上がりになるので、私はね、このアディクションのね、ザ・グロースティック大好きです。もうね、こんなに、もうね、多分これ2年ぐらい使ってると思うんですが、まあ他のね、ハイライトも使っているとはいえ、全然ね、減る気配が ないし、まだね、大丈夫かなと思って使ってるんですけど、ハイライトね、これ私大好きでおすすめです。今日使ったコスメは全部ね、定番になります。限定はね、このマスカラだけです。ヒロインメイクもね、多分ね、こっちのメイベリンのスカイハイもこの色はね、多分限定だったと思います。なんかね、番号的に多分ね、これも限定だと思います。マスカラだけ限定で、あとはね、すべて定番のね、コスメを使いました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この動画が良かったと思ってくださった方は、グッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。